どうも、マスカミリュウホです。ということでね、これね、みんな今流行ってるんでね、まあ、YouTuber としては食べなきゃいけないかな。これなんていうのかな。ですね、はい、京都はんなり抹茶きなこフランペチーノ669円。私にとっては、今の私にとっては高級食材だ。しかも、私は抹茶が大嫌いだ。抹茶は好きなんですけど、抹茶ちょめちょめ系がちょっとダメで、でも食べます。なぜならば、YouTuber だから。やっぱ京都にいる以上ね、これ食べないとね、皆さん全国見たいでしょ、やっぱりね、都道府県の分ね、これの、キノコ乗ってるんですよ、キノコ。ちょっとわかるかなぁ。ほら、これっすよ、これ。上の方は大丈夫。うん。うわ。混ぜないと味がしない。あれ思ったより美味しい。あれやる。あ、抹茶きた、抹茶きた、抹茶きた。いやー、もう、抹茶飲めるんですよ。こう混ざったら。皆さんも、ぜひとも、お近くのスターバックスで、お食べください。じゃあね。